ここは青森港です。今回は青函連絡船のメモリアルシップとして港に係留されている八甲田丸をご紹介したいと思います。青函連絡船は1988年3月に青函トンネルが開通するまでの間、本州の青森と北海道の函館を結んでいた鉄道連絡船です。実際に連絡船の中まで線路が引かれて、貨物列車を車両ごと運んでいました。旅客列車は運んでおらず、北海道へ向かう乗客は青森駅で鉄道から連絡船に乗り換える必要がありました。現在この八甲田丸は青森港の第二岸壁に係留された状態で、船の博物館として展示されています。それでは桟橋を渡って船内に入っていきましょう。連絡船の中に入ると、昭和30年代の青森りんご市場を再現した人形が展示されています。かつて日本の客船において提供されたサービスである飾り毛布が展示されています。毛布を折り紙のように形を作り、乗客を楽しませていました。それでは上の階に入っていきましょう。こちらは青函ワールドといって、昭和30年代の青森駅周辺の様子を人形で再現したコーナーとなっています。こちらは行商人ですね。卵が1個15円とは今とは変わらない値段ですね。当時の物価を考えれば、卵がいかに貴重品であったかが分かります。こちらはリアカーで荷物を運んでいます。リアカーは大正時代に発明された車で、自動車が復旧するまでは広く一般に使われていました。こちらのコーナーでは青森駅に掲示された運賃表などが展示されています。映画の宣伝も時代を感じさせますね。奥の青森専門店会の看板には、分割払いはチケットをご利用くださいと書いてあります。これはお店が金券の冊子を配布して、消費者は買い物の際にこれを切り離して使います。代金は分割で給与から天引きされるという仕組みです。これは後にクレジットカードに取って代わられます。こちらは当時のキオスクに並んでいた商品です。雑誌がありますが、農業朝日とは駅でこのようなものが売られていたんですね。当時の新聞、青森の銘菓、リンゴ羊羹、昆布羊羹が並んでいます。こちらは昔懐かしいタバコが並んでいます。こちらはお魚屋さんですね。当時青函連絡船では大量のお米を運ぶ運び屋さんという職業の人たちがいました。当時はお米が配給制で自由に流通できませんでしたので、警察に見つかると闇米として没収または廃棄されるようなこともありました。しかしこの頃の北海道のお米は品質が悪くてパサパサであったため、美味しいご飯を食べたいという需要があり、このような職業が成立しました。この人たちは函館の深夜営業の映画館で仮眠を取っていたとのことです。現在のネットカフェのような使い方をしていますね。昔鉄道の駅では手荷物を運ぶポーターであるアコボーさんという職業の人たちがいました。スカーフを巻き込まきで巻いている女性が立っています。青森駅前にはリンゴ市場があり、青函連絡船を乗り継ぐ人たちを相手にリンゴを販売していました。おばさん、青森駅はどっちですか？そこのリンゴ市場をずっとまっすぐ行けば青森駅とぶつかるよ。ありがとう。こちらのコーナーではいろいろな青函連絡船の模型が並んでいます。青函連絡船にはこのような寝台室もありました。一部屋4人定員となっており、一人で利用された方は相部屋となってしまいます。青森函館間は航海時間が3時間50分となっていて、少し眠りたいというニーズがあったと思われます。まるで寝台列車みたいですね。こちらは船長さんの部屋です。応接セットもあって豪華な感じがしますね。
ベッドの毛布は飾り毛布となっています。船内には会議室もあります。時代を感じさせるソファーですね。連絡船の桟橋のジオラマです。青森駅から旅客は直接乗り込むことができるようになっていることがわかると思います。こちらには青函連絡船が使われていた当時の案内板が展示されています。国鉄が運営していただけあって鉄道の案内板と同じような感じですね。それでは上の階に行ってみましょう。船のブリッジにやってきました。ブリッジからは青森港が見えます。奥にある陸地は下北半島になります。ここでは船の操作盤を触ることができます。何が何だか操作方法は分かりませんが、面白いですね。これは舵でしょうね。通常はここから煙突のある甲板に出ることができたんですが、感染症の影響で閉鎖されています。この辺りの棚には信号用の旗が据え付けられていると思うんですが、あるでしょうか。ありませんね。閉めておきましょう。ブリッジには神棚があります。この船は八甲田丸ですので、名前にあやかって八甲田神社のお札が祀られています。ブリッジの後ろの部屋は通信室となっています。これは船長が座る椅子ですかね。眺めがいいです。1階の車両甲板に降りてきました。連絡船に貨物が入り、これをこのような連結機で船に固定していました。これは国鉄が所有した郵便車両列車です。この車両で郵便の速達化を目的に、車内で郵便物を宛先別に区分する業務が行われていました。しかし時代が下るにつれ、さらなる郵便の速達化が望まれましたが、鉄道ダイヤは郵便側で自由に調整できるものではなかったため、現在では自動車輸送に切り替わり、鉄道郵便は昭和61年をもって廃止となりました。当時の特急列車も展示されています。連絡船は貨物列車だけ輸送していましたので、実際にはこのような旅客を乗せる車両の運用はありませんでした。八甲田丸の船内には4本の線路が引かれていて、そこに貨物車を搭載しました。このように波が入ってこないよう銀色の大きな扉で塞いでいました。この八甲田丸は海の上に浮かんでいますので、
波に揺られて船体がギシギシとなり、結構うるさいです。この緑の床は見学用に後から加工されたものでしょうから、実際運用時の甲板はこの柵から先のようになっていたものと思われます。この船には最大48両の鉄道車両を乗せることができました。こちらのディーゼル機関車は比較的軽い車体となっています。連絡船は重いものを積むことができません。こちらは連絡船への積み下ろし作業用の機械車となっています。船に車両を押し込めたいけど重さの関係で船内に機関車が入れないといった場合に使います。こちらは貨物列車の後ろに牽引された車掌さんが乗る車両です。現在では貨物列車の車掌業務が廃止され見ることはなくなりました。車両甲板の天井はウィンチや配管やらがあってメカニカルな雰囲気で格好がいいです。それではエンジンルームに行ってみましょう。この下の階は海面の下になりますので音は少し静かになるかもしれません。エンジンルームです。ここは1600馬力のディーゼルエンジンが8機あるということですが、わかるでしょうか。どうも4機しか見えませんね。解説の案内板によると、見学ルートにはないこの奥の船尾側に4機のエンジンがあるようです。実際にこの八甲田丸が航行しているときは、ここはとてもうるさかったでしょうね。ここはエンジンを統括する統括制御室です。監視板には8つのエンジンと2つのプロペラのイラストが表示されています。こちらのメモ書きは当時のものでしょうね。次の部屋とは水密扉で区画されています。こちらは発電機室です。船内の電気はここで作っていました。こちらのディーゼルエンジンは推進用のエンジンと比べて小ぶりですね。それでは船から下船しましょう。今回の動画では青森港にある青函連絡船メモリアシップ八甲田丸を訪れた様子をお届けしました。青函連絡船は30年以上前に廃止となりましたが、旅する人に愛され連絡船を今でも見ることができるのは素晴らしいことだと思います。運航当時の様子が分かる展示も素晴らしく、過去にタイムスリップしたような感覚になりました。また鉄道格納する車両甲板の雰囲気はまるで SF に出てくる宇宙船の格納庫に入ったようで格好が良かったです。函館にもマシュー丸がありますが、車両甲板を見学できるのは八甲田丸だけですので貴重です。これから青森を出て東京へ向かいたいと思いますが、その様子は次回の動画でお伝えしたいと思います。それではこの動画はこれでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。